日高君とあの藤田君とね、あのタイトルマッチやってね、もちろん9割9分押してました、ニューフェイズが。まさかのね、勝負ってのは分からんもんですな。ね、10回やったら9回を勝てる相手に、まさかのね、取りこぼしして、ま、ベルト取られたわけですけど、ね、まあ、あまりにもね、会場の不満の声、ね、こんな勝負あんのか、二度と見に来るか、みたいなね。ねお客さんの不満の声がひどかったんでね、あの戦い終えた後すぐあの日高君が泣きついてきた。リターンマッチやりたいとね。あ、新崎さんが日高さんに泣きついてやったっけ。まあまあどっちでもないけどね、細かいことは。まあそんなこんなでリターンマッチが決まりました。決まりました。まあね、いいけど、結局あのチャンピオンチームはどうもビビってるみたいで、ニューフェイズの2人に日取りを、日取りを決めてこい、日取りを、日取りを、わかる、日取り、うん、日にちを決めてこい、お前ね、その辺なんか聞いてないの。あ、12月10日のフランケンホールです。え、決まってんの。え、なんでして、前に新崎コミッショナーが言ってました、はい、あなたに言ってたの、はい、それは誰かに伝えた。いえ、伝えろよ、これ伝えろよ。だから国さん知ってました。いやー、知らないし、見てわからんわ。何言ってるかわからんわ。知ってんのか知らんのかわからんわ。言っていかないと、そんな誰も知らなかったよ。私知らない、恥ずかしい。これあなた方のね、あれとして私来てんのに、あなた方のあれの立場がないやろ。言っても私がこうダーンって言いたかったのはあなた。ほんまに前は12月10日後楽園ホールやね。で、後楽園ホールでね、リターンマッチということは、前回のね、タイトルマッチはあの矢幅というね、あのなんというかね、あの北の方のね、町でやったの、皆さんね、見たいのをなんとか抑えてね、あの抑えていろんな情報をチェックしてたと思うんですけどね、生で見れますよ皆さん。ね、次こそあの日高君と藤田君をね、ニューフェイズの2人があのヘッドロックから落として、え、バチーンってやってね、でこうやってこうやって上がドーン、みんなで言いましょう、その時は。ワン、ツー、スリー、ワーッ、ニューフェイス、ニューフェイス、ニューフェイス。ね、そんな感じで、そんな感じで必ず取り返そうね。ね、やろう、やろう。よし、じゃあ、意気込みを大地さんお願いします。いやー、どっちが勝つか全く予想がつかないですね。第三者みたいな言い方してる。君が戦うんやで、大丈夫。まあまあ、軍事さん、やっぱ僕らがやっぱり言うてんか分からんわ。ごめん、痛い方やったか。あ、こっちこっちでね。まあとりあえずね、あの12月10日あの二人をあの倒してね、倒すことによってベルトを移動する瞬間を皆さんの肉眼でね見せますから。12月10日ですよ、私はずっと知ってましたからね、このタイトルマッチが12月10日ということをね、知ってましたから皆さんにお伝えしました。そして、後楽園のチケットを今日からおそらく間違いなく販売してます。ね、開けますよ、多分ね、販売しますね。よーし、じゃあ後楽園にね、東京のね、皆さんにニューフェイズの力強さ見せようね。うん、もうほんと2人揃ってうなずくだけやね。ありがとう。よし、じゃあ改めてみんなに紹介します。秋田のマタギ、郡司歩夢、夢は人、佐々木大地、2人合わせてニュー